いつも支えてくださってたのがスポーツボランティアの方々で、身近な存在でしたね。皆さんなしでは成り立たない。本当に大切な存在。ボランティアの方ってこんなに優しいんだ。年末にボランティアさんたちのためだけのそのねぎらう会みたいなのを、まあ、選手たちが逆に行って、でみんなでこう皆さんの1年間への感謝っていう会を、はい、開いているので、やっぱり選手たちも見てますし、誰が支えてくれてるかっていうのはちゃんと認識しないといけないですから、はい、まあ、一番近いわけじゃないですか。で近寄ろうと思えば近寄れるんですけど、まあ、そこはちゃんとリスペクトを持って接してくれてますし、僕らもこう自分たちから少し話しかけるような形になるんで、例えば皆さんやっぱりフロンターレが好きで来てくださってますから、なんかそこですごいいい関係性はまあ育めたかなっていうふうには、はい、現役時代は思いました。子どもたちにサッカーを教えることが、まあ、そういう活動だっていうふうに思って、もうむしろもう子どもたちのために自分がも、ね、培ってきたものを還元するっていうのは当たり前だって思ってますし、やらなきゃいけないことだって引退した後に思ってましたから、だからなんかそういうこうボランティアっていう感覚はないんですよ。で僕らもその年に2011年に、まあ、実際に訪問するんですけど、まあ、サッカー選手が行って喜んでもらえるかっていうすごく不安なところはあったんですけど、けどやっぱり実際行った時に皆さんがすごく歓迎してくれて喜んでくれて、また来てねって言ってくれた時に、そのサッカー選手がサッカーだけではなくてそのピッチ外でもこうそういう価値があるっていうふうに気づかせてもらって、でそこからまあ毎年行くようになって、で向こうからも来てもらうっていう、まあ、総合でこうお互いに支えるっていう関係になったんですけど、だそこに関してもボランティアって思ったこと僕一回もなくて、やっぱ一回行ってやっぱみんな顔なじみになるから、やっぱ毎年会いたくなるし顔も見たくなるし、で向こうも多分楽しみにしてくれる、だそういうこうなんかもうそういうのを超えた関係性みたいなのができたんで、だすごく僕は楽しみにしてましたし、まあだから自分が今そういうふうにやってる活動自体が基本的に自分が行きたい自分がやりたいっていうことなんで、まあ、それを皆さんがどう捉えるかっていうところなのかなって、はい、思ってます。もう多分歴が長い方から多分その年始めた方まで多分いっぱいいる中で雰囲気すごくいいなっていうふうに僕は思っていて、だつまりは多分初心者の方が行ったとしても、そのもうすでにいらっしゃる方たちが大丈夫入ってきなよっていう空気は作ってくれてると思います。まあ誰しもが初心者ですから、最初はみんなその歴が長い人も最初は初心者で、で多分そこに先輩の人がいて、でこうウェルカムな空気を作ってもらって、そこの中でずっとやってきたっていう、多分このねつながりというかこう継承されていくものを多分ボランティアさんたちの中にもあると思うんで、だそういう意味では飛び込んでほしいなって思います。やらないよりやってみるだと思うんですよ。やっぱり一歩踏み出す勇気って、多分これはもうそのボランティアさんだけではなくてどの多分職業だったり、まあ、スポーツだったり、まあ、僕はそういうふうに思ってやってきたんですね、はい、やらないよりやってみて、でやったことでうまくいったこともあれば失敗もあるから、ただ何にもやらなかったら何も得られないわけですよね。だから一歩踏み出す勇気っていうのは、ただその一歩踏み出した時にちゃんとサポートしてくれる人がいるよっていうのは、はい、間違いないと思います。毎年シーズン終わりにそのスタジアムのこうホワイトボードにボランティアさんに感謝のメッセージを書くっていうのがあるんですけど、もうそこにもだから毎回こう本当にみんな感謝の気持ちを書いて、なかなかね普段こう言えないですから、まあ、それでも足りないぐらい、だから今回のこの企画は僕の中ではすごく、まあ、18年間のもう恩返しというかお礼みたいなようなところがすごくあって、そこをちゃんとアスリートだったり、まあ、その競技に携わる人たちは忘れちゃいけない。やっぱり皆さんがああいう形がいて自分たちが競技を何不自由なくストレスなくできる、
っていうことをちゃんと感謝の気持ちを持ってやらなきゃいけないなっていうふうには、はい、ここで伝えたいなというふうに思います。まあ、中村家の、まあ、家訓でですよ、まあ、こう自分で言うのもなんなんですけど、まあ、感謝感激感動っていう言葉があってですね、まあ、自分の中ではそのサッカーができること、自分がプレーできること、まあ、一人じゃできませんから、そういう周りに感謝するっていうことに関して言うと、まあ、ボランティアの皆さんにはもうそこのところがもうまさに当てはまる、うん、で自分がプレーで感動させるところに皆さんがいらっしゃるっていう、だそういう自分がプレーできる空間を作ってくださっているのは皆さんなんで、改めて本当にそこには感謝したいなっていうふうには思いますし、まあ、これからより一人でも多くの方がそのボランティアに参加して、その皆さんの世界がどん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 豊かになるということを願ってます。私たちがスポーツをすることができるのは、応援してくれる人がいて、クラブや団体を支えるボランティアや大会の運営を支えてくれるボランティアがいるからです。だから全力で戦えてきましたし、これからも世界に挑みます。スポーツを支えてくださる全ての皆さんとこれからも一緒に戦っていきたいし、スポーツ界を一緒に発展させていきたい。スポーツボランティアの皆さん、いつもありがとう。そしてこれからもご協力お願いします。